皆さんこんこにちは2018年「プレミアム合格フルコースの全貌」というタイトルですねお時間15分20分程度ですねお話しさせていただきます。担当しますのはアレック専任講師水野と申ししますどうぞよろしくお願いします。 さあ、えー、皆さんですね2018年のですね卓研試験を合格目指してですねさあどうやって勉強しようかなーって考えられてる方も多いと思うんですね。えー、そこで、まあ、レックガイダンスというので勉強法のやり方ですとかね、えー、あと卓研取るとどういうメリットがあるとかねそういうさまざまなねガイダンス無料講座ですねやってはおるんですが、えー、今回はですね 完全にこのレックの講座の内容どういうことをやってるのかというねそういうもう宣伝ですはっきり言ってねもう講座を売るための宣伝でございますただやっぱりあの検討されている方はどんなことをやるのかこれ聞かないとやはりねお金出せませんもんね。 そこで、えー、これからどんな講座、えー、合格まで、ね、レックはラインナップやってるかというのでね、えー、お話しさせていただきます。でまずあのこちらのですねレックにあるねパンフレットなんですがまあこれ資料を取り寄せとかいただいてね実際現物ある方もいらっしゃると思いますが今回はですねこの中の一、えー、点、えー、10ページから2018年プレミアム合格フルコース全78回というねこのまあレックの一番の売れ売れ筋のまあ期間講座と呼ばれるものです。他にもいろんなねさまざまなねパーフェクトとかハイブリッドとか。 さまざまなね名前のものがあるんですが、まず初めてやるんだったらもうこれです。もうおすすめです。であのサーク、2017年、ね、惜しかったと。 あと1点だったとかあと2点だったっていうとまあ勉強結構できてるんでねできてらっしゃるんでね基本はできてるところもあるんでまあ基本できてないから落ちてるんですけどねだけど基本がやっぱりできてるかそれなりにできてる方もね、うん、いらっしゃるとちょっと間延びするかなーでねもっと短い講座っていう選択肢もあるんですがただねやっぱりあのー、悔しい思いした方そこで1点2点ってたかが1点されど1点2点なんですよ。 どっかね大事なところがねこう勘違いして覚えてたりとかあやふやだったりとかねうそういうあの誤解されてやられてるところがあるのでやっぱりもう誰もがねこちらの合格フルコースというねもう全部もう土台から作り直すっていう方が私はどうせお金払うならねうんよろしいかなと思うんですよ。まあ、で何よりもこれをおすすめするのはあの収録が私なんです自分が。 自分が収録するから、やっぱりおすすめするんですよね。っいうか収録してるからこれやらされてるんですね。レックからねということでね。まあ、これからどういうことやってんの？どういうふうにやっていくのっていうのをお話しさせていただきます。で、まずは何はともあれ、まあ、これ初学者じゃなくてもね。あのリベンジ組の方にもね。もう当然お勧すすめなんですが、まずはね。理解インプットってやつです。で、インプットやるのにスーパー合格講座っていうね。全34回でやる。これはですね。レックであの講座やってますが、一番長時間にわたるものです。 でそれだけじっくりと、そして網羅する。ね、やることを網羅するおりおります。ただ、網羅って言ってもね、宅検試験は満点狙っちゃいけないって常々言うんですよ、うん。満点狙うんじゃないんですよ。要は過去で出てるからえ、これテキスト載ってるけど触れないこととかいっぱいあります。そう、大事なことをここに凝縮してるんで。それでもやっぱりね、ちゃんと基礎からやるとね、これぐらいの回数必要になるんですよ。 じっっくくりね、とやっていくにはでこのスーパー合格講座というのは全34回であるんですがまずこちらのね「デルジュン・タッキン氏の合格テキスト」これ市販で本でも本屋さんでも売ってるんですがやっぱり読むだけだと読んでるだけだと誤解して頭に入ってたり誤解して理解されてることも多いあとはメリハリですよね「ここは大事」「ここは前読んできゃいいよここはもう全くいらないよ」そういったところを講義でね、まあ、読み解いていくのがこちらの講座でございます。まあ、見ての通りですね ゼロで「も合合格格レベルまででで、持ってていいくインプット、ト理解をそして合格テキストっていうので基礎が試すでウォークも過去問題集」で繰り返し問題集ってありますがこちら合格テキストにも実は中身を見ますとねあの例えばこの合格ステップ4なんてね虚偽表示なんていうテーマがあってそこの下に問題こういう問題が代表に出てますよ知識入れてどういう出方してるのかっていうサンプルでね乗っかってるんですよ。で講義ではこの出る問題についてはまあ全部やるんですけどもそれ以外にもこの「ウォークも過去問題集」という。 問題解く時間っていうのはそれほど多くはインプットの講座この理解のねスーパー合格講座では段階ではなかなか取れない部分はあるんですけどもただあのー、インプットをやりながらもこの過去問集をそばに置いてねそして復習する時はこの過去問をすぐ見るみたいなそういう形でやっていくことによって多分知識の入りが全然違います。勉強イコール本を読むこれねね効率悪いんですよあのおそらく例えば宅建試験も私も私、ね 例えば昼時間つぶしで喫茶店入るとそうするとね、まあ、夏ぐらいになるとね宅い、まあ、大体こう勉強されてる方ってその本読んでんですよねまあ当然ですよねで本読んでなんかこう稽古ペンとか色塗って、うん、でなんかこう帰っていくみたいにね全然入ってないですねあの人ねあの,あの人って誰だか分かんないけど入ってないですよ多分ねもうこう線引きながらタバコでも吸いながら線引きながら 絶対分かってないのを弾いてるだけだろうってね問題案んないと、うん、要はねインプットちょって言うとね本読むのが勉強だと思ってるんですね本読んでアウトプットしないと頭入りませんから、うん、だからこのインプットというのをやりながら問題を解いてすぐ解いてねやっていくというこのね書き換えことに確認テストっていうこれは講義の中ではやらないんですけどただ一個一個え、ね、この項目やったらはい確認問題そしてウォークもやりながらね使ってやってまいりますで頭に 詰め込んででいいいくという形でございますであのまずスーパー合格講座でその基礎固めえ必要な知識はどこまで必要かそしてなるべく噛み砕いて難しい法律でも噛み砕いて事例とかけげながらご説明させていただくのがスーパー合格講座そしてそのスーパー合格講座でやった内容それを問題演習すするのがマスター演習って言いますでこのマスター演習は「今だってスーパー合格講座で問題やるっつったじゃん!と」とやるんです。だけどやっぱり スーパーパ講座インプットだけなんですだからここでマスター演習というのをやろうと思います。でこのマスター演習も問題数が多いかというとそれほど多くはないでも問まあ解答テクニックというねものもあるんですけどもただねテクニックって卓研試験は小手先のテクニックは通用しないと思っていいです。 あのよくあの、ね、勉強しなくてもねあのこういうふうにやればできるみたいなねそういうあの回答テクニック本みたいなのもあるんですよ。で、まあ、使えないことはないです。あの危危険険負担とというかか回回避避、ね、リスクを、ね、回避する例えば全然分かんない時にそういうのを使ってねやると当たるっていうそういうのに使ってもいいんですけどちゃんと勉強しないとそんなテクニックだけで受かるもんじゃないんですよこの試験は。 だから、あのテクニックは無駄にはならないけれども、そういう小手先のテクニックは絶対じゃない。うん、ただ、このマスター演習で、まずは勉強の仕方。過去問をやれ、過去問をやれって、多分講師はみんな言うんです。これは本当です。あの過去問をしっかりやることによって、で、ちなみに過去問というのは、このレックのね。ええー、テキサス、ウォー過去問題集なんですが、この過去問をしっかりやる。で、これね、過去問をやるというとね、正解番号をね。 これもう見つけるだけを過去問がやるって思ってる方がやっぱり読書多いんですよ。 だから例えば問いの置とかねやってみてよし問いの置じゃやるかっつってねえ問いの置さあ問いの位置正しいものはどれかとかなんてですねで正しいものどれかなっつってねうん例えば1番ちょっと丸っぽいな2番うん×っぽいな3番×っぽいな4番うんこれが一番マシかなっつったらね1番が丸だったとうわーしまった間違いだとでこれ全部ね終わったあとにもう一回繰り返しやるってから問いの置やってねああそうだそうだ これあの4番あたりが丸だと思ったら1番がいきなり正解で正解しちゃったよし1番正解やった当たったみたいなこの過去問を繰り返しやるっていうのを過去問の番号を覚えちゃってもう繰り返しやってるから過去問がこの問いのうちの正解は何番って覚えちゃってそれで繰り返しやってる <coughs> それで分かんなかったと当たり前だろうと過去問をやるっていうのはう個こう丁寧になんでこの足はバツなのか。 法律って原則あれば例外なんですよ。だから常に何々しなければならないとかいうのは罰が多いです。で常にで、ね、罰なんていうそういう, <coughs> いう小手先のテクニックじゃないんですよ。常にしなきゃいけないって言ったら「いやこれは罰です。それはこういう例外があるから罰ですと」とちゃんと例外その言えるかどうかそれを確認しながらやっていく。なんていうね演習の心得そういったものはねもちろんスーパーでもやるんですがマスター演習で。 ええ、まあ、いろんなパターンをやってまいります、うん、最近だとね条文に規定されているものとか判例文読ませてねやる問題とかそういうのどうアプローチすればいいのかそういったものをねやるのがマスター演習ですでこれが15回ありますであとは分野別これだけ演習、うん、総まとめ講座と これね生クラスの方にはないんですけどもただ生クラス共通信共通で皆さんに DVD なりウェブなりで見ていただくいやスーパー合格講座34回内訳ね権利業法制限ってそれぞれあるんですが分野が終わったごとにねこれあるんですよでそうすることによって、まあ、マスター行く前にちゃんと問題ねどういう問題に大事な問題があるかっていうのをね見直すというそういう点でねこの総まとめ講座なんていうのもね2時間半ついてますからね大事な問題ピックアップ まずとりあえずスーパー終わった後に見ていただいてそしてマスターと、まあ、順番は構わないんですけどねスーパー受けてマスター受けて分野別でもスーパー受けて分野別受けてマスターでもどっちでも構いませんただこれあの全体やることでまずはこの問題をやってそしてね問題数これだけじゃ実は足んないんですよでそこは動くもん過去問題集をこれ講義で扱わなくてもやるでえでも講義でやんないとやらないんだけどいややれです うん、それはやっぱりこの講義だけでね合格ってやっぱり時間数足らないんですよねそうするとやっぱ過去問をやれって言われたらこの過去問をねしっかり復習の時は講義で扱わなかったところも潰してほしいです。でも大体「魚釜もんっていうこの123って3冊あるんですけどねその3冊を徹底的にちゃんとやり込んで理由付けをつけてちゃんと切れるようになっているとまあほぼ合格ですそれで。うんまあ、最近はね難化してきているところもありましてねこの 答えだけじゃその周辺が出ちゃうなんてこともあるんですがちゃんとね一個一個ね制度趣旨分かってねあのしっかりね罰理由付けでやれてると大体いいこの,の3冊で合格久すさんですよでそれでいいんだけどいいんだけどやっぱりこれだけだとなんか足りない部分がっていうのが出てくるので直前期に入ってくるとはいデータ上必勝そうまぶためだ。 これはですね大体8月の中旬ぐらいから始まって9月の前半ぐらいで終わる9月の、まあ、中旬まで、まあ、場所によっては10月のね、うん、最,終最,最初の週ぐらいまでねかかるところはありますがねこれ何かというと完全にね問題演習の講座なんですけどただ問題総まとめとまとめの講座なんです問題をやってその問題を 何のの知識なのかどこの知識を使えばいいのかどういうふうなことを覚えてればできるのかっていうねインプットやってからアウトプットじゃないですかそれの逆やんですねこれだからインやってインやって理解して覚えたつもりねでもアウトプットやると全然覚えてなかった誤解してたそこを修正ねインやってアウトやっぱりこれが一番こう自然ですよね、うんあの。インプットやってからアウトプットやるで知識入れてからアウトプットやる。 ね、で間違えてもいいんです人間だもの、ね、どんどん間違えてください間違えることによって頭入るし間違えることによってあこうやって出てくるんだっていうねそういう流れが見えてきますでさらに問題をやってそっからもう一回インプット戻るんですまとめていくんですこれなかなかねあの体に入りやすいんですよインやってアウトやってまたアウトやってインやるっていうねであとは模試レックの特徴はねこの模試はあ,るありますよ あの基礎編編回回回実験編3回ファイナルしも1回とでこれ申しこんだけあるにもかかわらずまだねゼロ円模試っていうこれはねなんかねゼロ、まあ、円といっても送料、うん、だとかなんとかでかかるのもあんのかなロ円すごい安いです。でロ円だから簡単じゃねえのと。いやいやいやそれなりに難しいよ本試験レベルの問題でて出てきますからあとは、まあ、実力診断模試とかね、うん、あとは宅研診もし今年ちょっとやるのかまだ今の段階では分かんないですけどね。 結構レはは模試は多いですでその模試って何のためにやるのかあそれは分かっといてほしいんですよ。で模試って本試験よりもそうです、ね、基礎編だとやや優しめなんですけど実践編ファイナルは本試験より難しめに作ってます。で難しめに作ってるのはあの模擬試験がね簡単すぎちゃうと油断しちゃうんですよ。 やっぱりちょっと難しめに作ってる方がいいんですよただあんまりマニアックで難しすぎるとこれ受ける意味がなくなっちゃう模試っていうのも世の中にあるんですよレックはそこら辺はねあの模試はね適,適切な難易度で出してるはずでございます、うん、私も傍から見てね、まあ、まあレック1000人とかい,つなんかいろんなことやってるんですけどあのー、客観的に見てもレックの模試とか問題はいいです、うん、他と比べて私はいいかなという気はしますね、えー、まあ、手前味噌ではございますがねでこの模試は 弱点探すんですで。あの模擬試験っていう位置づけをね間違えるとね大変なことだよね。でもちろんね模擬試験でいい点取ってそれで合格が理想ですよ。ちゃんと勉強して問題集やって模試受けていい点取ってそして合格。これがもう王道というかこれがやっぱり一番素晴らしい受かり方なんでしょうね。うん。でもね私ね模試というのをね点数取らなきゃいけないっていうその価値観が自分自身にはないんですよ。なんでかというと模試は模試なんです。 毎年ね模試でね40点オーバーずっと言ってたんだけどね残念ながらおっしゃるという方もいるんです逆にね模擬試験ファイナル模試ってラスト2週間ぐらい前にやるんですけどねファイナルで17点ですと本試験37点で合格ですと、うん、いらっしゃるんですで私別に17点の人が奇跡だとは思ってません、うん、だって17点ってのは大してやってなねえから17なんですもん、うん、ファイナル模試で「うわしまった!」っつって,ってそっから力入れて力入れて まさすがにね、ガンガン仕事夜まで残業してたらなかなか勉強は難しいでしょうけど、例えばですよ、ね、有給取れますとかね、直前期ある程度勉強できる環境に置けば、そうからわーってやればね、合格するんですよ。模擬試験で変な点取ってもね、まずはね、気にしないでください。今から気にするなっていうのも変ですけどね、今はとりあえずもしでもいい点取って頑張ってね、このいい点取って合格するぐらいの気力は欲しいんですよ。ただね、変な点取ってね、 しょげちゃって、自信なくして、本音を受ける気力なくすというね。すんげえとんまな人が結構いるんですよね。うん、お客様にとんまというのは、ひどい言い方でしたね。でも、本当なんですよ。すっげえ頑張ってて、もし、たまたま悪い点取って、二週間前に、例えば、二十点取りましたと。まあ、二十点はいい点じゃねえですよ、はっきり言って。でも、二十点取ったって、そこで間違えたところ、みんなができてるのに、なんで俺できなかった、私できなかったって。そこ修正して、最後、攻めていけば、合格するんですよ。 うん、だから模擬試験で変な点にとっても絶対諦めないといけないねなんていうのを講義で私も全力で言いますえそうするとなんとか頑張ろうっていうねこうモチベーションのつながりにはなると思うんですよ。えまあ、皆さんはもう合格え余裕しゃくしゃくでねもう王道で行ってほしいとこですがねそうなっても諦めないでねなんていうのは葉っぱかけながら直前期に入るんですでポイント300体育の日特定学6手アップってこれ何かっていうとポイント300っていうのは他県試験で1万の知識よりもえ少なくても。 のの確実なな知識の方が武器なんですあの結局1万の知識あやふやでもあやふやな知識が1万あっても結局ね2つには絞れるけどどっちかなみたいなね要は武器になんないんですよ。それよりもあやふやなものがいっぱいあるよりもう確実なものががった方が力になるんです、えー、そういった究極のポイント300その300個これは絶対と。でこの300個でね必要十分ではないです。 ただこの合格の原動力になる300これがどういう話なのかっていうのをパーッとね1日でまとめるもしくは3日に分けて権利業法制限で分けてやるのが300そして体育の日これはね模擬試験というのは全然予想されないようなマニアックな超難しい問題もやっぱり何問か出すんですよ本試験もそうなんで本試験も受験生こんなのできないよなっていうのを出すんですよ出すんですよ今まで出たことないようなぶらん出すんですよで難しく見せてるんです でも大事なのは点数まあ昨年だったら35点っていうのがある合格ラインですけどねだいたい合格ラインプラス45点はもう過去問の焼き直しなんです、うんまあ、最近はねその焼き直しが少なくなったりしてちょっと難しい時代にはなって、うん、昨年も過去問をそのまま覚えて車の免許みたいにね現チャリの免許みたいに覚えてポンじゃん全然ないですよ。だけど出てる大事な点、ね、ポイント論点は同じなんです。うん、そうやっていくとねでできるんですよ でこの「太古の日」っていうのはちょっと話戻しますけどね模試と違って全部予想問題につくんです模試は全然出ないだろうっていう問題も難問に難しくその模擬試験自体をね難しく見せるためにつくんですこれ全部ね予想問題で50問作るというねそういうまあ本当に直前にねこういうポイントが論点が出やすいよっていうところをね、まあ、見直そうっていうのがこれですで。あと直前6点アップってこれ前日なんですけど私一番ねこれがおすすめなんですよ講義で。 でも講義をお薦めてこれどうせやんなら全部やってほしいんですけどねこれね前日講座って前日ってゆっくりするのが普通じゃねえと、うん、もちろん、えー、あのいろんな過ごし方があると思います人はねいろんな過ごし方なんですもう前日はやるだけやったからってゆっくりするのもねそれも正解前日寝ないで詰め込むそれも間違いじゃないと思います、うんまあ、基本的に詰め込んでね徹夜して前日やるとね民法権利関係の問題ってもう図書いたりして読解力必要なんですよ 多分気力なくなくっちゃうんでねいやよっぽど体力に自信があってね若さで勝負だったらいいんですけどそうじゃないと寝た方がいいと思うんですけどねまあそれはもう皆さんのね、うん、その体との調整なんでね何とも言えないんですけどこの講座って前日って本当に家でいると手つかなくなっちゃったりするんですよ。何やっていいのか分かんないと。でもな勉強って直前期になるとやらなきゃいけないんだけど何やっていいか分かんないってそわそわだけしちゃうんですよ。もう時間ばっかたってね。で何すると思います大体。 掃除し始めるんですよ。部屋のこれが癌なんですよ。部屋の掃除し出すとね。懐かしいアルバムとかね。懐かしい漫画とかね。そういうのね。出てきちゃうんですよね。で見ちゃうんですよね。ねうわ上縛った漫画で2時間も取っちゃったみたいな。勉強しろがいとうん。大体こんなパターンなんです。だから前日ってね。家でモヤモヤしてるよりもね。こういうロ6点アップとか。あと家で通信の方も家でね。やることがない。じゃあロ6点アップで最後見よう。このロ6点アップの講座も出ることばっかりです。 えもう基本的なんだけど出ることばっかで大丈夫大丈夫ってね自信持って気分を上げていけるようにねする講座なんですよ、うん、だからこれ精神・平生上良くなる講座なんでねなんという流れで合格なんですこれ合格するし、ね、こういうシステムなんでございますだからこの、まあ、プレミアム合格フルコースっていうのはこれ昔はね直前講座って後出しでねとりあえずここやってました9月までで直前不安な方は来てねとそれはみんな不安なんですよ えー、ということで別料金になってねでお金落とさせるっていうなんかあこなシステムだったんですけどねもう最近違うんですよねそうフルコースで最初からもう入れてもう全てもう合格まで全て最後まで直前まで面倒見ますよとだからインプットやってアウトプットやってもう全ておしまいじゃなくて全部全部もうこみこみですよこれがプレミアム合格フルコースでございます、うん、ですからまあもう絶対今年合格しよう、ね、やったぜって思ったらもう中途半端になんかインプットだけとかねそうじゃなくてもう最初からバーンとが 値段のことちょっとあんまわかんないですよ。うん、あんまりあんまりわかんないんです。それ学校とかね、あとレックに問い合わせしてね聞いてください。ないっぱい書いてあるんだけど、なんかいろんな割引とかがあったりして、ようわかんないですよ私。うんあん,あんまりここら辺興味ないんでね。 めんなさん、ね、興味ないの、ね、にこんなの説明しちゃってごめんなさいねでも値段のことはよく分かんないんでそれ聞いてくださいただこのクベルミアム合格フルコースはもう初めての方もね2回目3回目リベンジ組の方も,もう最初からもう全部基礎から作り上げてねそして最後まで面倒をね見させていただきますのでねはいこちらのフルコース使って皆さんの合格をサポートさせていただけると幸いでございます以上でございますはいじゃあ,あの今日のこの話はこれで終わりになりますがね、まあ、どうぞレッグをね、えー、皆さんよろしくお願いしますということでえいプレ ウォー,カークアプフルコースの全貌というタイトルでお話しさせていただきました。皆さんお疲れ様でした。